ダメだ、セスだよ。4バラシぐらいしますよ。5回目のチャンス。マジ？なんで？これめっちゃ飛んでる。あ、いた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 。あ、痛い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 。早く早く来た来た来た、早く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 、もう来てる、早く早く、ダメだった。ヨロ釣りオタクトシヤです。今回は、クリガニ釣りの釣り方について、説明していこうと思います。まあクリガニ、まあここ最近人気、まあ釣れるって知らなかった人が多かったっていうのが正しいのかな。釣りガニ釣り結構まあ人気出てきて、まあ美味しいんでね、結構釣りに行きたいなっていう人はいると思うんですけど、まあその釣りガニをどうやって釣ったらいいのか知らない人もまだいるようなんで、あの質問もたまに来るんで、その辺を説明していこうと思います。で、その前に注意事項というか、お話ししておきたいこと。港の釣りね、最近、聞いてる人いると思うんですけど、死亡事故。車に乗ってて、そのまま落ちてしまったっていう人が、まあ、いらっしゃって。で、まあ、そのせいなのか、まあ、それだけじゃなくて事故多いから、漁港を、立ち入り禁止にするとこも出てきたようなんで、まあね、家族でそのクリガニ釣り行って、まあそのままね、ブレーキ、アクセル踏み間違えて、海に落ちてしまって、亡くなってしまうっていう事故がね、起きたらもう大変なんで、まあ、僕も含めそうですけど、子供さんね、連れて行く方は特に、まあ、車の止め方注意して、まあ、そういう漁港ではサイドもちゃんと引いて、いつ車がね動き出すかわからないし、もし最悪子供だけで残ってる車でがね勝手に動いて落ちたら大変なんで、そこだけはもうしっかり注意して、楽しい釣りをしてもらえればなと思います。で、じゃあクリガニ釣りの説明をしていきます。まずクリガニ釣り、ルールがあります。タモの大きさとかですね。それはちょっと前の動画で、説明してあるんで、見てない人は、まずそれ、絶対見てから、クリガニの釣りの準備をしてください。まず、タックル。タックルから説明したいと思います。まず使うタックルは、こちらのように、エギングタックルですかね。このように、結構柔らかいタイプの竿が釣りやすいです。っていうのは釣りやすいっていうのはバラしにくい。で、すごい柔らかい竿をおすすめします。投げ竿とか、ちょっと固めのルアーロッドでもいいんですけど、それだとバラしやすいんですよね。バラしやすかったり、当たりが取りにくかったりするんで、柔らかい竿、エギングロッド、やわめの竿で、OK です。リールはね、リールも、まあ小さい方がいいかな。なるべくスムーズに巻けるやつがいいです。まあ、PE でもナイロンでもどちらでもいいんですけど、まあ PE をおすすめするかな。まあどっちも、ナイロンの方やったことないから、いいか悪いかまでは。やってないから何とも言えないんですけど、僕はいつも PE でやってます。それから仕掛けなんですけど、まあ、大きく分けて2種類ありますね。2種類あるんですが、1つはこちら。ジグヘッド。僕はいつもジグヘッドでやります。
で、もう一つが、ちょっと今ないんで、写真撮っておいたんで、こちら。こういう、なんていうの、まっすぐ、ハリスあって、ハリス、道糸あって、重りついてて、ここに、こう、針があるタイプ。これは、釣り具屋さんで、函館方面は売ってるんですけど、まあ、それでもいいんですけど、まあ、手っ取り早い僕は、ジグヘッドでやってます。で、こちらの仕掛けの方を使う場合は、場合はっていうか、注意点、まあ自作もできるんですけど、注意してもらいたいのが、例えばこうやって、これと同じように重りがあって、この場合は途中から針出てますけど、そうじゃなくて、重りあって、ここに、なんていうのかな、糸を貼り付けてやるパターンはやめた方がいいです。なんでかっていうと、カニがこうやって持ってったりするので、こっち側に針、糸があると、糸針があると、当たりが出にくい。けど、市販のやつは、こう、重りあって、ここに、から針がついてから、カニが、ちょっとでも触ったら当たりが出やすいっていう作りになってるんで、カニの仕掛けを作るんであれば、こういう作りでやってもらえればなと思います。で、僕使ってるのはこちらのジグヘッドになります。重さはね、これ21グラムだったかな。まあ、10グラムとかでもいいんですけど、なんでこれ重さっていうかというと、針がね、やっぱり大きい方が餌持ちがいいんで、つけやすいとか、そこら辺でこの重さ使ってますけど、まあ一応こういうね、ちっちゃい、まあ半分ぐらいですかね。これだとやっぱり針が小さくなっちゃうんで、餌がちょっとつけにくい。まあ餌が、ね、なんていうんだろう、大きいのをつけにくいとかいうのもあって、ちょっと大きめのやつを使ってます。続きまして、餌のお話ですけど、一番安定して、おすすめするのはイカ。イカといっても、マイカ、足太めの長いイカで、足だけ、足がいい。身はね、ちょっと、まあ、悪いわけじゃないですけど、足は一番いいです。ゲソね。このイカゲソ以外に使ったことあって釣れたのは、鳥皮も釣れました。あと、ホッケの切り身。ホッケをちょっと輪切り、細め。1センチぐらいかな。ぐらいに輪切りにして、それをつける。で、つけるのも、ちょっとね、カニが挟みやすいように、潰してやる。潰してやって、ブヨブヨの感じで、皮、ホケ皮強いんで、そこに引っ掛けてやってっていう感じで、も釣れます。まあ一番いいのはイカなんですけど、まあイカもね、高いですからね。例えば釣りに行ってホッケ、ゲドウで釣れたやつを、まあ、カニ用の餌にするっていうのもありかと思います。で、餌の付け方。イカね。これもね、結構、ポイントがありまして、なんて言ったらいいのかな。ちょっとすげえわかりづらいですけど、イカの足2本付けた方が一番いいです。で、このジグヘッドに、まあ、こっちが太い方だとしたら、こう付ける。1回目はこう付けて、こっちに伸びる。ちょっとすみません。わかりづらいかもしれないけど、こっちに伸びるやつ。このジグヘッドに対してこっちに伸びるイカの足一本と、さらにこっちに伸びるイカの足の一本。こういう感じ。二本。すげえわかりづらいね。ピッ、ピッ。大きく見せるような付け方にして、やる。あまり大きくでもね、まあ、掴むっちゃ掴むんですけど、まあ、餌がもったいないんで、まあ、その2本をつけるのがベスト。1本だと、まあ、釣れなくはないですけど、まあ、目立った方がね、カニも餌見つけやすいんで、例えば、これ、1匹イカボンってつけても、カニなら食ってくるんで、ただね、餌がそんなに必要ないからもったいない。
まあ、付け方はそんな感じがおすすめします。まあ、それはね、餌の付け方はまあ、適当でも、食ってくるとは思うんで。ただ、おすすめしたいのは、こう、大きく見せて。で、そういう風にやることによって、カニも掴みやすい形になるんで、その付け方、おすすめします。餌の付け方は以上です。はい。続きまして、釣り方説明したいと思います。釣り方は、まあ、こうやって、地面にこう、竿を置いて、で、海の底までこうやって餌を落とすんですけど、まあ、浮いてもダメ。浮いてもダメ。巻きすぎてもダメ。こうやって、張りすぎてもダメ。もう、落ちて、トンと落ちて、ほんと、竿にもあんまり負担かけない状態。これぐらいに。で、待ちます。餌をそこにつけて。緩んでても、まあ、取れるときは取れるんですけど、当たりがね。カニがここで動かないで食う場合もあるんで、ほんと、落ちて、竿にもあんまり負荷を与えないで、まあ、曲がり始めたぐらいにどこで合わせるの。これね、これなんか説明悪くてすみません。で、この状態で待ってると、当たりがあるんですけど、当たりは一つ、カニが一生懸命もぞもぞ食べるから、こうやって、ツン、ツン、ツンって、ほんと微妙な当たり。っていうのと、カニがこういう風に一生懸命持っていっちゃって、こうやって、ウィーンって竿が回る。パターンと、逆にここにいて、カニがこういう餌をこうやって持っちゃうから、こうやって、なんか、ピヨンって緩むんですよ。糸が緩むパターン。あたりはこの3パターンぐらい。3パターンしかないよね。この3つがあたりが来たなっていうのがあります。で、次、そのあたりがあったなって言った場合に、すぐ上げない。すぐ上げないっていうのは、カニがね、こうやって食べ始めたばっかりなんで、いきなりあたりがあってもすぐ上げないんで、ちょっと待つ。これもね、ちょっと待つにもね目安はね、特にないです。もう感覚ですね。もうこれは自分の勘。カニがもう一生懸命、餌に集中してるな、っていう状態までいったら、あれ。あんまり待ちすぎても、カニが飽きちゃっていなくなっちゃうかもしれないけど、待ちすぎも良くないですけど。1分でもいいかな。まあ、たまにこうやって置きっぱなしで、まあ、放置してた、あれ、絶対あるなっていうのは、やっぱ、いつ食ったかわかんないから、もう行っちゃってもいいと思う。こんな感じかな。で、その当たりがあったら、なんていうのかな。巻きながら上げないでください。っていうのは、とりあえず、当たりがあったら、巻かないで竿を起こしてください。ゆっくり。カニがこういう風に持ってて、で、地面にこう、カニがこう、踏ん張ってるんで、踏ん張りながら、爪で餌をつっついてるんで、これをバレないようにゆっくり、とりあえずカニを剥がす作業から始まります。地面から剥がす。ゆっくりやって、でカニをね、ちょっと、小さい、よく岩場でさ、カニ釣り、ちっちゃいカニ釣り、子供の頃やったことあると思う人いると思うんですけど、あれ、カニ、こうやって挟んでくるじゃないですか。それをイメージして、まあ、掴んでるんで、それを足踏ん張ってるやつを、とりあえずカニを上に上げて、こう、剥がす。海底から剥がす。剥がれたら、重たかったら、ゆっくり、巻いていきます。もしそこで、離しちゃったっていうのは軽いから分かると思うんで、そしたらまたすぐ落としてください。放置してれば、まあ、カニはすぐ近くにいるんで、また食ってくる可能性があります。まあ、カニが挟んで、まだ餌に集中してます。となったら、結構ゆっくり巻いてきてください。で、そこでのまた注意点は、止めない。巻きを止めない。
違和感感じると蚊にすぐ離しちゃうんで、一定のスピード、遅すぎても早すぎてもダメ。これね、これもねあるんですけど、例えようないな。まあ動画で連れてるとこをお見せするんで、そちらを見てもらえればなと思います。あと夜なんか特にその話しやすい、びっくりすると話しやすいんで、ライトもなるべく照らさない、上に上がってきたカニをちょっとずらしながら、ライトないとね、すくうのきついんで、暗いから。ちょっとカニからずらしてやるのも、大事なことです。ほんとね、ちょっとの、こうやって巻いてくるじゃないですか。止めるだけでも離しちゃいますから、違和感で。だからほんと、バレないように一定のスピードで、巻きます。だから、よく、海面に出たら、ほぼ離します。だから海面に上がってくる、近くなったらもうタモでやらないと、だから一人なら厳しいんですよ。タモを入れながらこうやって巻くこともちょっとね、両方やるっていうのはね、これ上級者のテクニック必要なので、そんなとこかな。続きまして釣れる時間ですかね。時間はまあいつでも釣れます。いれば。ただ、潮が動き出し始めの時、やっぱり潮はね、ちょっと関係あるかな。動き出し始めの時が結構バタバタかかることもあります。まあそれ以外でもかかることはいればね、カニなんで結構どんどん当たることはありますけど、タイミングとして何かあるっつったら、それかな。それ以外でまあ夜、いいことは多いですけど、かといってね、もう昼、今年2回行ってるけど、昼釣れることが多いからな、今のところ。まあ時間はそこまで気にしなくてもいいかなって感じですね。そんなとこで、釣れたカニの、保存方法は、大きめのバケツに、海水入れて、入れとくだけでいいです。で、そっちの方がなんか、結構泥とかついてるんで、それが落ちてくれたりとかするんで、まあ、何も入れなくても、一晩ぐらいならカニ生きてるんですけど、いつも札幌まで持ち帰ってきて、全然生きてるんですけど、まあ、海水入れといた方が、息もいいだろうし、泥を結構出してくれるので、帰ってきてからの処理が楽かなっていうの。まあ、余裕がある人は、水汲みバケツ持ってる人は入れといた方がいいと思います。あとね、食べ方。食べ方は、普通に帰ってきて、カニ、タワシかなんかで、まあ、泥ついてるんで、落としてあげて、まあ、茹でるだけ。茹でて食べると。これね、塩加減がね、ちょっと難しいんです。しょっぱくしすぎると、あれなんで。これね、塩加減が難しい。香り目安ある目安ある何でしょう塩。カニ茹でる。適当だけど入れすぎたらしょっぱかったら美味しくないよね。これもね試してください試してください。俺は全くいつも料理してない。そんなとこかな。そんなとこでしょうか。カニ釣り、一応一通り教えたつもりなんですけど、まあそれでもなんか不明な点があれば、コメントで聞いてもらえればいいかなと思います。カニ釣りね面白いですし、まあ子供たちも喜ぶ釣りなんで、ぜひね家族で行ってみるのもいいかと思います。時期は3月中頃ぐらいまでは全然いるんじゃないですかね。多分去年はそうでしたけど、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。ただね、最初に言った通り、その事故だけとか、
事故だけとかってなんか言い方変、事故だけは十分注意して、クリガニ釣り楽しんでくださいということで、今回もご視聴ありがとうございました。これぐらいが上手いですから。餌入ってるわ。何でもいい。今引いてました朝。いや、今のパターンは糸が緩んでた。チャンネル登録もよろしくお願いします。また見てね。